トゥクルティ・ニヌルタ一世、トゥクルティ・ニヌルタ一世は、中アッシリア王国時代のアッシリアの王である。アッシュール近郊に、神とカール・トゥクルティ・ニヌルタを造営したことで知られる。シャルマネセル一世の息子として生まれた。父の拡大路線を受け継ぎ、即位するとすぐに、各地へ遠征を行った。ザグロス山脈方面、ウラルト方面への遠征を成功させ資源ルートを確保した。 これはとりわけどうと馬を確保することに意味があった。紀元前1235年頃、バビロニアとの国境紛争でカシティリア州4世は、条約を破って、アッシリア領に侵攻した。トゥクルティニヌルタ1世は軍を率いて、カシティリア州4世を破り、バビロンまで追撃して、カシティリア州4世を捕獲し、バビロニアを征服した。この時アッシリアは膨大な戦利品を獲得している。 さらに、バビロニアの同盟国であり、かねてより緊張が続いていたヒッタイトとも先端が開かれ、彼は、精神してユーフラテス川を越え、ヒッタイト領に侵攻した。ヒッタイトをトドハリア4世との戦いでこれを破り、北、シリアへも、領土を拡大した。こうして中アシリア王国時代を代表する、征服王として君臨したトゥクルティニヌルタ一世で、 あったが、治世末期にはそもそも内部対立が激化していたらしく、紀元前1208年頃、息子たちに、カールとクルティニヌルタを包囲され、その最中暗殺されて死去した。さらに、彼が殺された後、息子たちのうちの一人アッシュールナディンアプリが多いを、エッタがアッシュリア深刻な政治混乱に陥り、タンメーン王が続き、アダドシュマウツルがバビロニアを独立させて、 その支配権も失われるなどアッシリアの領土は大きく失われることとなる。彼の知性において有名なのはシント・カールトクルティ・ニヌルタの造営である。首都アッシュールの近隣に作られた。この都市は各地から非征服者を借り出して作られた巨大な都市であったが彼が最後に暗殺される場所ともなった。仕事市は放棄され首都はアッシュールに戻った。バビロニア征服は アッシリア人たちにとって歴史的快挙であった。それを反映し、トゥクルティに塗るた一世のバビロニア攻略はアッシリアの伝説として数世紀にわたって語り継がれることとなった。また、この女児詩の編参はバビロニア文化の影響を受けて行われたものであることは確実で、その文学的体裁はバビロニア文学の影響を著しく受けており、編参に、 バビロニアから捕獲されてきた初期たちも関わったと考えられる。ありがとうございます。